2018年5月担当式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレクセン任講師二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした、まあ、今回の管理会計論ですね簡単に振り返っていきたいと思いますまずまあ全体の感想なんですけれども、まあ、今回管理会計論につきましてはまあ、前回前々回などに比べてみると比較的解きやすい問題が多かったのではないのかなと思います まあ受験生の皆さんもですね、終わった後に結構できたなという感覚をね持たれた方がおそらく多い回なのかなというふうに思いますので、まあ少しね例年よりも目標点数としても高くなってくると思ってください。まあ全体のまず目標点数のお話しさせていただきますと、まあこちらがまず回答となりまして、まあ気になる方はね画面止めてご覧ください。でこちらに目標点数ですね示してありますので。 見ていただきますとちょっと小さいんですけども、まあ、全体としましては66.8%ていうのが目標点数として現時点では出しています。まあ、これは、ね、あの受験生の方からあのできた感想とかを、ね、私たちが聞いているわけではなくて、まあ、これぐらいのレベル間の問題であれば、まあ、このぐらいの点数がボーダーラインになるだろうというです、ねまあ、そういう実感で出しているものとなります。で各問題の正当可能性ですね、高中低の3段階で分けておりまして。 まあ正当可能性、こうのものについてはまあ8割の確率で取れるだろうと、で中のものはえ5割、低のものはもうこれは勘で答えるしかないというところでまあ20%っていうのをまあ乗じてですね、合算したものがまあこの目標点数となっていますので、まあ、各問題の正当可能性とまあご自身のねまあ出来についてですね、ご確認いただくといいのかなというふうに思います。で今回、唯一、ここ最近の試験と違うところとしましては、形式面でちょっと違いがありまして、 まあ、形式面でこの計算理論8問8問っていうね。1対1の割合になっていてまあ、例年ね。計算7。理論9っていうのがここ最近の試験傾向だったわけです。けれどもまあ、今回は計算が1問まあ、特にこの管理会計の計算の方ですね。まあ、1問増えたという形になります。配点ベースでは、やはり計算が6割理論が4割という形になりまして、まあ、計算の方がね。比重としてでかいっていうのは、まあ当たり前ではあるんですけれども、ここは例年通りということになります。はい。 だからまあ計算がね1問増えたというところで若干その時間がねタイトになったかもしれないんですけどもまあ1問1問にかかる時間っていうのがその分減っているように思われますんでまあこの問題6の東級別総合原価計算だけ10日係数を逆算するという問題になっていましてまあこれがね少しあの見覚えがない方が多いのかなという,ふうに思うんですけど平成23年第2回の本試験の問題でまあほぼ類似の問題がね出ています。 ほぼ同じ問題ですね投下、まあ、ケースをまさに逆算させるような問題となっていましてで、まあ、逆進形式の問題っていうとね当然まあ時間かかるという先入観もありますし、まあ、どっからね手を,つけていいか手をつけていけばいいのかっていうねそこの回答の道順っていうのを考えるにもそれなりにね 時間がかかるところなのかなというふうに思いますので、まあ、飛ばすっていうのが受験戦略上は正解だったかと思うんですけれどもただまあ実は解いいてみるとそんななにね時間はかからない問題です、まあ、むしろね6番についてはすごいすぐにできたよという方も中には一定数いるようには思いますので、まあ、この辺はねまあ、できた方はすごい大きなね得点源になってくるのかなというふうに思いますね。はい ただまあできなくてもそんなに気にされる必要性はありませんので、まあ、正当可能性は低と考えてください。はいまあ、以上がまあ全体のですね、まあ、お話ということになりましてで今からですね、まあ、具体的な各問題に対する解説ですね、えー、行っていきたいと思うんですけども。 まあ今日その本格的に解説をするっていうよりも、まあ、理論問題であれば、まあ、間違ってる箇所と間違ってる理由ですねそれとまあ計算問題であれば、まあ、回答の手順についてですね、まあ、お話をできればなと思いますのでより詳細な一個一個の、ねえー、具体的な回答のステップにつきましてはまた解説冊子っていうのが出ますのでそちらの方でぜひねご確認いただければなというふうに思います。まあ、それではね早速ではあるんですけども問題1から、まあ、順次ねやっていきましょう。 問題1、もういつも通りですね、原価計算基準の問題ということになりまして、まあ、こちらは正当可能性、高ということになりますけれども、まあ、選択肢の「後、う」が誤りということで、まあ、この選択肢「あ」については、まあ、これはもう典型論点ですね、過去にまあこういった引っ掛け出されたことありますんで、まあ、ここはできなければいけないところです。この標準価格にできる限り禁じさせるというところで、予定価格等を設定してね、まあ、材料費の計算というのを行うことがあるわけですけれども、まあ、その際に、 予定価格等の設定の仕方としましてこれは、まあ、実際の価格にできる限り禁じさせるっていうのがもう過去のきっかけとしてもありましたので、まあ、これは標準価格ではなくて実際価格というところが正解ですね。はい、で次の選択肢「う」ですけどもここはもう陳率の設定の話で総平均賃率っていうのは基準上明記されておらず職種別平均賃率か、まあ、個別賃率かの2、まあ、択ということになりますんでね。 まあ理論的には職種別平均賃率っていうのが望ましいというのはまあ講義の中でもお話をしている次第です。何、はい、からその内容ね思い出した方っていうのは「あとう」が誤りだというところで「い」と「え」が正解っていうのがわかるかなと。絵の規定についてはねこれまあ経費の規定になりますけどここをね深く読んでる方っていうのはあんまりいないと思うんですよ。 ここの実際の発生額っていうところをね過去に実際の支払額っていうふうに変えてくるきっかけっていうのはありましたけれども、まあ、ここが合ってるっていうところでね絵はおおむね正しいんだろうなっていうふうに当たりをつけることはできるのかなというふうに思いますはい、まあ、きっちりね基準隅から隅まで読んでいなくても、まあ、絵については合理的に問題のないね文章であるっていう判断ができるかと思いますんで「まあ、意と「絵が正解というところをね選んでほしかったというところでここ,はなここはまあなんとか点数取りたいところになりますねはい。 で、次の問題2ですね。補助部門費の配布に関するこれももう典型問題ですね。まあ、テキストの設例レベルの問題ということになりますので、こちらはまあできてほしいですね。まあ、どうしてもね。連立方程式法ってなるとまあ、時間かかるという先入観がありますんで。でまあ、本試験の中ではちょっとやだなという気持ちに当然なるんですけれども、もまあ、その辺はある程度ですね。時間かかることを織り込んで本試験のね。出題者っていうところも作ってくださっているはずですから。 まあこの問題が出てくるということはそれなりに後の方の問題でねライトなものも含まれ,てる,含まれると考えていただいていいので,でここはもう時間かければ絶対解けるところですからねまあこういったところはねやはり精度高く回答してほしかったというふうに思いますで一応まあ補助部門が3つ出てきているのでまあそこがねちょっと嫌だなという気持ちになるかもしれませんけどまあよく見ると工場事務部門についてはですね他の補助部門から溶液提供を受けてないんですよ 工場事務部門から他部門に対して一方的に擁液提供をしているに過ぎないので、まあ、連立方程式組むといっても工場事務部門を例えば Z とかっていうふうに置かなくてもですね先にもう工場事務部門費だけ他部門に配布してしまってその他部門に配布した後の数値も含めた上で修繕部門動力部門における連立方程式っていうのを組んであげればいいわけです。 だからわざわざ文字式3つとかですね、使う必要性が全くありませんのでまずは工場事務部門というところを配布していくとそこから始めていただければ割とスムーズに解けるのではないのかなというふうに思います。はい、問い立てでここは難しいところ何にもありませんので、まあ、資料の与えられ方そのものにつきましても、まあ、例年の問題と特に何ら変わりがないというところで、まあ、ここはなんとか、ね、解けてほしいかなというところです。はい で今度問題3ですね、まあ、製造間接費と配布方法に関する記述ということになりますけれども、まあ、これは選択肢「い」と「う」が誤りっていうことになりまして「E、まあ、に関しましてはこれは部門をコストプールとして用いるため正確な配布計算を行うことができないっていうふうに書いてますけども部門別計算の目的思いい出してください正確な製品原価計算とまあ原価管理ですね。 有効に原価管理を行うためというねその2つの目的のもと部門を設定するっていうのが原価計算基準においても明記されているところとなりますので A、まあ e、については基準の内容が入っていれば、まあ、特段問題なくですね抜、まあ、足であるっていう判断ができるのかなと思います。で選択肢「U に関しましてはこれがちょっとね悩んだかもしれないです、あのー。この便益基準っていうのが何を指すのかっていうのがよくわからないと思うんですけども。 まあ便益基準っていうのはですねまあ、これはどういうものかっていうと例えば先ほど出てきたようなですね工場事務部門費っていうのを多部門に配布する際に従業員の数とかを基準に配布しますよねまあ、これがまさに便益基準に基づいた配布なんですよまあ、あるいはこの広告宣伝費っていうのを各事業部に配布するときに売上高を基準にして配布していくっていうのがこれが便益基準なんです 因因果果基準ととはははちょっっ違ううんででですよ関係ていいの明確に認識きなわけすよね広告宣伝費っていうのは確かに売り上げの増加につながっているっていうのは感覚的には分かりますけれどもただ明確にいくらの広告宣伝費を出せばいくら売り上げが上がるのかっていうそこの因果関係はわからないので、まあ、こういう配布計算っていうのは便益基準に基づいた配布計算ってことになるんです。 まあその弁益基準とといいいうう言葉ががねちょっっ知らないという方が多かったののではないのかないいかと思いますただまあ仮にそこが分からなかったとしてもですねこの基準では因果基準に基づく配布を採用しなければならないって書いてますけども、まあ、これはもう物量基準っていうのが原価計算基準では原則となっているところで別に因果基準なんていう文言はどこにも基準上明記されてませんからね。 まあこんな採用しなければならないみたいな強い口調のね文章を基準に書いてたら皆さん頭の片隅には絶対残ってるわけですからまあこの段階で何かね違和感あるなというふうにまあ思った方がおそらく多いでしょうからね選択肢については罰なんだろうと何でツかははっきりわからないけれどもツになるだろうなというねその感覚のもと正語判断っていうのはできた方多いのではないかと思います。だからそういった意味ではねあの 伊藤が明らかに誤りなんで、まあと「絵が正解で、まあ、正当可能性こうっていうふうに評価することも、まあ、できなくもないのかなと思うんですけどただまあやはり便益基準っていうねちょっとよくわからない言葉とか、まあ、コストプールはね、あのー、使うことも,もしかしたらねあるかもしれませんけどもコストプールもまあ,あまりね一般的に馴染みのない言葉でしょうからね。 まあ少しこの用語面であの違和感あるなというところでそんなに自信を持ってね絶対にこれが合ってるって感覚で選べた方はそうそう多くはないかなというふうに思いますから、まあ、そういった意味で正当可能性中途若干割り引いて考えています。はい、で次問題4ですね、まあ、しつこくまた部門別計算ですけど今度はまあ予算債の計算っていうのが問われてます。 で今回組み立て部門の予算債っていうのが問われているんで特にここの塗装部門っていうのは全く計算に使いませんからもう花から消してあげればいいですいらない情報ですね。でとりあえずまあ予算データ年間のものを与えられているんで、まあ、一旦この動力部門っていうのを固定費変動費今回複数基準で配布していきますんで、まあ、固定費と変動費に分けて配布していくわけですけども、まあ、この動力商品能力ですね。 まあこれが予定の消費量にもなりますんで、まあ、合計6 0 0 0キロっていうのを基準に固定費と変動費両方を組み立てと塗装に対して安分してあげればいい。で今回まあちょっと、まあ、あのミスが起こりやすいのが普通こういう資料って変動費と固定費っていう順番で来ると思うんですけど固定費変動費っていうふ、えー、う風な順番で来ているんでそこで若干ね見間違いが起こって。 まあ本当にケアレスミスっていうのが誘発される可能性っていうのは少なからずあるのかなというふうには思いますただまあ問題自体はですねテキストの説明レベルの問題ということになりますのでまあやはりこれも正当可能性高というふうにちょっとここは厳しめに評価はしています、はい、でとりあえずこの動力部門ですね固定費と変動費それぞれを組み立て部門に対して配布をしていって で組み立て部門における変動比率を出してあげれば単価280円で固定費の予算額出してあげれば3,750万っていうのが求まりますでまずもう組み立て部門におけるですね予算許容額っていうのを出してあげると予算許容額っていうのはこの実際の創業度を前提とした時のこの製造間接費のあるべき値っていうのを表しているのでまあ、この6,000 350時間ですね、まあ、これに単価280円の変動比率を乗じてで固定費については3,750万を12か月で割り算して月間に直してあげればですねこの実、えー、予算共有額としては490万3,000円っていうのが求まります。でこれと今度実際の発生額との差を取ってあげれば予算債を求めることができますんで実際発生額を計算するわけですけどその時に この動力部門費については複数基準で予定配布をするというのが書かれていますので、まあ、この動力部門の変動費に関しましてはこの63万というのを組み立てと塗装に対して配布するんではなくてこの上で設定した単価1,200円というね動力部門における変動比率に 280kW という実際の溶液消費量を掛け算すれば組み立て部門に対する まあ動力部門の変動費部分っていうのを配布することができます。でまた固定費に関してもこれは複数基準で予定配布をしていくのでまあ結局この予算の金額ですね動力部門におけるこの1200万っていうのは年間の予算ですけど月間に直せば100万円ってことになりますんで100万円をまあこの6000キロワット基準に組み立てに対して安分していけば。 組み立てててにに対しては60万ってことになりますので、固定費部分についてもこの, 1, 万円っていうのあ105万円っていうのを配,分配布するんではなくて100万円っていうのを 6000kW 基準に組み立てに対して安分してあげれば60万っていうのが配布されるんでこの固定費250万に60万を加算した310万円っていうのが、まあ、組み立て部門における固定費の実際発生額ってことになります。はい。 今の,ような今のような手順で変動費と固定費ですね、動力部門における変動費固定費っていうのを組み立てに対して配布をして、組み立て部門における部門費の金額と合算してあげればですね、実際の発生額は486万1000円っていう金額になりますんで、まあ、これと予算共有額との差を取ってあげれば、4万2000円の有利債っていうのが求まります。はいまあ、この手の問題はですねあの、頭の中で計算構造っていうのがしっかりと整理できている方でないと、手っ取り早くね、 まこういう風な必要最低限の数値だけ拾ってね回答していくことっていうのができないので、やはりまあ基礎的なね問題をしっかりとね精度高く解けるかどうかですね。まあ、テキストの説明レベルの問題っていうのをしっかりと理解しているかどうかっていうのが学習においては特段重要なのかなというふうに思います。はい。で次の問題5ですね。また理論問題ということになりますけども、まあ、原価計算基準からの出題ということで。 まあ選択肢「う」と「え」が誤りですけど選択肢「う」についてはこれ過去に類似の足が出ているわけですけどもこの分離点以降固有の原価の発生がなく連産品の正常資価が異なる場合連産品ごとの売上総利益っていうのは同じにならないって書いてますけど、まあ、これは同じになりますね。結局売上高を基準にして連結原価を安分するわけですから。 売上げと、まあ、原価の関係性っていうのは連産品間で変わるところはありませんので、まあ、連産品同士原価率が等しくなりますから当然に売上総利益率っていうのも等しくなると同じにならないというところが明らかな誤りです。でまた選択肢 A 副産物ですけれども軽微な副産物に関してはこれは売却した時に収益として処理することができるという話ですので資産物の総合原価から控除するというところが誤りですね。はい まあこれも正当可能性高いといとう問題ですこれはまあ確実にできてほしい問題かなと思います。で次問題6これはまあちょっと難しい問題なのかなと思いますけどこの10係数を逆算するという問題でまあもう見ただけで鬱陶しいなという感覚があるとは思うんですけれどもこれ実は手っ取り早いのがですね結局ここの等級製品 A と B の 当月製造費用の単価を求めたら終わりなんですよ。この完成品の原価データ与えられているんで例えば等級製品あればこれ、まあ、完成品とは書いてますけどこの完成品と正常子孫の合計ですね正常子孫っていうのは完成品のみ負担しているわけですからそれも含んだ金額っていうのがこちらに与えられています。で原料費980万でここから月初仕掛か,かり品に含まれる原料費っていうのをマイナスしてあげれば金額が 八百五十五万二千五百円っていうのが求まります。この九百八十万から百二十四万七千五百円っていうのをマイナスで、八百五十五万二千五百。で、これが要は、当月に材料を投入して、当月に完成品となったものの、原料費ってことになりますよね。で、その数量は何個かっていうと、これ十七万五千と五百を合算したものから。この月初仕掛かか品の数量、二万を除外してあげればいいので。 十七万五千足す五百引く二万で、当月投入完成品っていうのは十五万。十五万五千五百と考えられますから。先ほど求めた八百五十五万二千五百を十五万五千五百で割り算してあげれば。単価五十五円っていうのが求まります。当月の原料費単価ですね。で加工費ももう同じように計算するんですよ。加工費についても、当月のこの加工費の単価ですね。 同じように完成品に含まれる金額から、まあ、月初仕掛かり品が含んでいる加工費っていうのを除外した上でこの単価を求めていただければ単価40円っていうのが求まります。これを等級製品 B についても同じ手続きを繰り返しやっていただければこの等価係数ですねこの等級製品 A が1だとするならば等級製品 B はこれ55に対して44ですから0.8っていうのが分かります。 で加工費についても単価40と単価28ですから単価41とするならば加工費単価加工費の10係数については0.7っていうふうに求めることができますんでねだからそこに気づけた方はですねこの問題実は一瞬で解けるという問題になっています。 ただまあ本試験の中でそんな冷静になってですねこんな回答できる方ってほぼいないでしょうし平成23年の第2回の本試験の問題ですね解いたことある方であればほぼ同じ問題なんでこのプロセスで回答できるなっていうのが、まあ、即座に判断できるかもしれませんけどまあ大多数の方はそこまで古い過去問はね見てない方が多いでしょうからねまあここについてはまあできなくても合否には全然影響出ないかなというふうには思いますよろしいでしょうかはい。 で次問題7ですね見ていきますけどまた理論問題ですねで選択肢「イと「う」が誤りっていうことになりまして「まあ、イについてはこれちょっと迷ったかもしれませんけどもこの棚卸資産価格の算定に正常原価っていうのがまあ役立つ適しているっていうのは、まあ、原価計算基準にも明記されていて予算編成のために用いられるっていうのはここは原価計算基準には書かれてないです。 別に使えないことはないですけれども基準に書いているのはこの棚卸六段科学の算定に適しているでなおかつ原価管理にも使われるということが正常原価については書かれていますので基準の内容に即して考えていくならば、まあ、選択肢っていうのは誤りだということになります。だかかちょっとこれれは、ね、選びぬくいいもしれないです。ただ明らかに「後絵へ」は正しいのでそこで特に悩むところっていうのはほとんどないでしょうからね。 だからまあ消去法で「い」はね三角ついたとしてもまあこれが間違いなんだろうっていうのは当たりをつけることできるかと思います。で「う」はもうこれ典型論点ですね。この「含まない」ですね。「含む」「含まない」っていうところは過去にもう何回も引っ掛けがありますからまあ講義の中でもねここはもう過去に何回も出されているところですから、まあ、これ絶対「含むんだ」というところですね。これ出てきたらラッキーですよというところで実際に今回も出てきているんでね非常にまあこの問題はラッキー問題かなと思います。はい で次の問題8ですねまあ、これもすごい簡単な問題ですねあのもう全く解説もいらないのかなと思いますけどももう原価債の算定に関して問われているわけですけど特に子孫とか減損っていうのが出てきませんからね非常に計算は平易な問題という風うになっていますこの選択肢のねこういう文章 選択形式の問題だと、まあ、どうしても多少時間かかるのと、まあ、文章を読んでる時にですね、まあ、勘違いしてしまってね間違ってるものをまあ丸つけてしまうとかっていうそういう本当にしょうもないミスっていうのが、まあ、起こってしまう可能性っていうのはありますけども普通に落ち着いて回,、えー、回答してもらえればですね、まあ、この問題については何も難しいところがない問題ですから、まあ、必ずできてほしい問題ということになります。これも正当可能性こうですねはい で次の問題9ですね、移っていきますと、これがね、正当可能性中というふうにしてあるんですが、選択肢、あと、いが誤りで、うと、えが正解で、バランスとスコアカードについては、ですねこれも講義の中でも取り扱っていないんですよね。で、あの平成28年第1回から試験範囲っていうのが改定されていまして、 バランスとスコアカードっていうのはそれ以前の試験ですと毎年出題されていて、ですね、試験範囲としても明記されていたんですけれども、28年1回目っていうところから試験範囲変わって、ね、この BSC っていうのが除外されたということがありますので、だからもう講義の中でも特に取り扱いませんでした。で、実際しばらくはね、経過措置であの、試験範囲改定されてからも講義中には取り扱っていましたけど、あの、改定後ですね、試験。 まあ5回行われてるわけですけど、まあ、5回のうち1回もバランスとスコアカードという言葉すら出てきていませんからまあもう出るものではないのかなというふうに考えていたんですけどもただまあ今回出されたっていうところで、まあ、選択肢 U についてはですねちょっと正誤判断できなかったんじゃないかなと思いますだからここはちょっと勘に頼らざるを得ないところなのかなと思うんですけどもただ少なくともね「あ」は誤りだっていうのはわかると思うんですよちょっと意図で悩むと思うんですね で絵も正解だっていうのはわかると思うんですこれまあ普通に考えればまあ絵は合ってるだろうなって思うんですよ、まあ。管理会計の範囲内の考え方であるっていうのがこれがすごく曖昧な表現ですけどそもそも管理会計の範囲って何だよとは思うんですけどもただまあ管理会計のまあ合理的に考えで範囲内だろうなっていうのは文章を読めばね特に違和感はないかと思うので、まあ、絵は合ってるっていうのはね割と確証を持って選べると思うんですけどもやはりその。 イの部分ですね、これがちょっと難しいかなと。これ外部分析って書いてますけどこれはまあ実数分析っていうのが正解です。実数分析ですね。比率分析に対応しているものが実数分析ですよ。比率か実数かっていうところですから外部分析っていうのはこれはこんな言い方基本的にしませんからね。実数分析のことを外部分析とかって言いませんからまあこれは誤りだと。まあ擁してるかどうかっていうところですね。はい、で、 選択肢 A に関しましては、これはもう財務会計的な解釈や技法が適用されることは認められないってことで、大体こういう管理会計系で認められないっていう文言が出てきたらおむね間違いですよね。管理会計で特に認められない云々っていう話はほぼないですからね。 そこからもねまあ選択肢は罰だろうっていうのは判断つくかと思いますけどまあ財務会計的な解釈や技法っていう言葉がね何を意味してるのかっていうのが非常に曖昧な部分はありますけれどもまあ、少なくともねあの予算管理考えていただければ 予算っていうのがまさに管理会計を代表する一つのツールになってくるわけですけども予算っていうのは外部に公表する財務書表ですね、まあ、見積もり損益計算書見積もり対借対象表っていうのをまあ作っていくわけですから最終的にはね総合予算っていうのは、まあ、それはもう財務会計上のまあ作り方に則っってですね予算っていうのも最終的にまとめられていきますんで、まあ、財務会計,会計的な解釈や技法が適用されないっていうのは明らかにおかしいですねはい。 そもそも経営者っていうのは最終的なね財務会計上の数値の改善に取り組んでいくわけですからその数値目標を設定したりですね管理会計上ですねその数値に数値を用いた業績評価をしていくっていうのは何ら違和感ない話ですのでね、はい、だから選択肢あっていうところはこれは罰だということになりますまあ割とねこういう管理会計総論的な話っていうのは風呂敷のすごくね広げた話が多いので まあどういう理由付けでね間違いになるのかっていうそこがなかなか曖昧な部分はね多いのかなと思いますけどあのそれはねもう皆さんの感覚を信じてねこれはもう合ってるこれは間違ってるっていう感覚で選んでいただければおおむね正解になると思ってください。 今までね、学習してきた管理会見の考え方っていうところに照らし合わせてみれば、明らかにそこから逸脱している話であれば、まあ、罰だという判断ができるかと思いますんで、まああので、理論整然とね、なぜ間違ってる、なぜ合ってる、そこまでね、別に考える必要性は、この総論部分についてはありませんので、皆さんのそこは感覚をね、信じて回答していただければ、まあ、いいのかなというふうに思います。で、今度、問題10ですけれども。 まあ財務分析これももう簡単ですねそもそもこのフォーマットも非常に既視感のあるねフォーマットだと思いますんでなんかまあ見覚えあるなっていうところでとっつきやすさをね覚えた方が多いと思いますけど、まあ、問われている指標についてももう名前の通り計算すればいいだけの指標ですんで特にねあの指標の定義とかをね覚えていなくても名前見ればね計算できるものになりますから、まあ、特段問題ないのかなと思います。はい まあ一応一部ねここの損益計算書の抜粋の部分ですねここがまあ若干その空欄推定が入っているんで、まあ、そこだけ間違えずに対応してもらったら問題ないかなと、まあ、この前期であれば売上総利益がわからないわけですけどもこれまあ経常利益が与えられているんで営業外費を加算して営業外収益減算してさらに販管費を加算すれば売上総利益が求まりますんでね。 損益計算書を下から上に遡っていくという手続きで、まあ、売上総利益の逆算をしてもらうといいとでまたこの当期の営業外、えー、費用ですねここにつきましても営業利益と経常利益と営業外収益が分かっているわけですから、まあ、この関係から営業外費用146っていうのを求めることができますであとはまあ今回営業利益っていうのがこの行に設けられていないわけですからそれを前期当期また売上から このあ売上総利益から反感費をマイナスして前期・当期の営業利益計算すれば336と218っていうのが求まりますんでね、まあ、これも求めた上えで、まあ、選択肢整合判断していっていただければよろしいかなというふうに思いますで選択肢「あ」については合ってますねこれは総資本経常利益率は7.8%から3.9%に下落していますだから3.9ポイント低下したと。 で売上高経常利益率もこれは4.8%から2.6%に下がっているので2.2ポイント低下しただからまあ合ってると。で選択肢「E につきましてはこれは売上高経常利益率は前期から当期で悪化しているがこれは営業外収支の悪化が原因であると書いていますけどもこの営業外収支の悪化が原因であるというところで、まあ、あの確認をしていただければいいかと思いますけども。 まあ売上高、上利益率ですね。まあ、計算していただくと、まあ、この266割ることの5544で前期についてはこれは4.8%っていうのが求まりますね4.8%で当期に関しましては148割ることの5628で2.6%っていうのが求まりますんで、まあ、前から当期でまあ悪化しているっていう部分は正しいと。 ただこれは営業外収支の悪化が原因って書いてますけど営業外の収支についてはこれ営業外収益70と76営業外費用は140と146ですから営業外部分の収支っていうのはほぼ変わっていませんのでこの部分は売上高経常利益率に変動をもたらした要素としては非常に小さいと考えられますんでね。 まあそもそもよく見てもらうと収益がプラス +6 になっていて費用がプラス +6 になってますからこの営業外収益費用っていうのが経常利益に与えたインパクトっていうのは相殺されてゼロになるわけですよ。だから結局営業利益のズレっていうのがまあ経常利益のズレになっていると考えられますんでね選択肢っていうのは営業外収支の悪化っていう部分が誤りということになります。はい で選択肢「総資本回転率」ですけれどもこれは売上高を総資本で割り算すれば求まりますので1.6から1.5回に当期は0.1回転悪化しているとで。固定資産回転率も売上を固定資産の金額ですね1260と1474で割り算してあげれば、ま、当期はこの4.4回から3.8回に、まあ、0.6ポイント下落していますので、まあ、正解ということになります。だからもう後が正解なんで まあ2番とと。答えていいいただければいいとで、まあ、用心深い方はですね念のため選択肢へも検討するかもしれませんけど売上高経常利益率は前から当期で悪化しているとでこれは売上高総利益率が前から当期で2.2ポイント低下したって書いてますけど売上高総利益率はこれは30.3%から28.3%に下落しているので2ポイントの下落ってことになりますからこの2.2ポイントという部分が誤りですここですね。はい ま以上から、あとが正解です。で、今度問題11短期利益計画に関する、まあ、理論問題ということになりますけどもこれは正当可能性中としています。まあ、選択肢「あ」がね合ってるんですけどまあ不可能であるとかっていうふうに書かれるとですね、まあ、どうしても不可能ってことは言えないんじゃないかっていうふうなそういうね感覚を当然一般的には持つと思いますんでね。 選択肢については100%合っているというね、そういった自信はなかなか持てなかったのではないのかなと思います。だからそういった意味でこれは正当可能性中にしています。で、E についてはこれも絶対に合ってますよね。もう限界利益率、損益分岐点比率、安全予率、経営レバレッジ係数ですね。まあここが財務レバレッジとかになっていればね、誤りってことになりますけど、まあそういった典型的な引っ掛けもなく経営レバレッジっていうふうに明記されていますから、まあこれらは CVP 分析においてよくね計算される指標ですよと。 だからまあ「い」については何も問題ないなと。はい、で選択肢「う」なんですけどこれはまあちょっと2箇所おかしいかなと思うところがあるんですが CVP 分析は原価を変動費と固定費に分解する直接原価計算方式により行うが原価を直接費と間接費に分類する全部原価計算方式により CVP 分析を行うって言ってますけどそもそも別に直接原価計算におきましても直接費間接費という区別は存在しますからね。 全部原価計算特有のですねこの原価分類であるかのような書き方がすでに違和感ありますしでなおかつですね全部原価計算方式の CVP 分析だと、まあ、こういう原価と営業量と利益の関係について分析ができないと書いてますけどそんなことないですよね実際に皆さんも計算問題でやったことありますよね全部原価計算方式の CVP 分析は、まあ、生産量と販売量をイコールっていうふうに置いてしまえばですね、まあ、特段問題なくですね全部原価計算に基づきましても CVP 分析を行うことができますからねあるいは仮に生産量と販売量ノットイコールに置いたとしてもですね、まあ、売上総利益の単価っていうところをですね、まあ、これを一定と考えてあげれば直接原価計算と同じような分析っていうのをすることができますんでねだからどちらにしても、まあ、選択肢っていうのは誤りだとなります。で選択肢 A につきましては中期の利益計画、まあ、中,中長期の経営計画では年間が 期間が数年に及び不確実性が高いので数値目標を策定することはないって書いてますけどまあこれも企業が中長期的な経営するときにですね何らのそういった、ね、目標も設定しないのかっていうとそんなことありえませんからねだから普通に考えたら絵は誤りだっていうのは分かるかと思います。 だから若干、あとうの部分でね、ちょっと悩むかなっていうところで正当可能性は中にしているんですけどもでもまあむしろそこは悩まなかったというね、そういった意見の方もおそらく多いでしょうからね。少しそこはね、ちょっとあの皆さんと実感が違うところかもしれませんけれども、まあ、ここは正当可能性中というふうに最終的に評価しています。はい、で次の問題中にこれはまあすごい簡単な問題です。 もう下手したらテキストの説明より簡単ななんんじゃないかと思うんですけど、まあ、計算条件のところがねこれ何書いてるんだろうっていうふうにクエスチョンマークついた方いるかもしれませんがこのセールズミックスの変化による平均貢献利益率の変動を計算しその数値を基礎に差異を計算する方法もあるがその方法を採用していないって書いていて、まあ、そんなこと一時書くなよと思うんですけどもあのこれは過重平均ね貢献利益率を用いてですね 各製品のそういったセールスミックス債っていうのを計算していく方法ですね。あの標準の価計算しても過重平均標準価格を用いた、まあ、配合債の計算とかっていうのをやっていますよね、まあ、それと同じ趣旨で、この予算実績債分析におきましても、この過重平均貢献利益率ですね、まあ、これの変動に基づいて、まあ、セールスミックス債を計算すると、まあ、そういうやり方もあるにはあります。<laughs> すいません ただ今回はその方法が問われていないので普通にもいつも通り、まあ、この貢献利益単価製品 X が80円 Y が単価70円っていうのがこの予算貢献利益単価になりますんで、まあ、これを使って XY のそれぞれのセールズミックス債を計算すればいいだけですで XY の実際の販売数量予算の販売数量これはま上の資料で与えられているものになりますけどもこの間に挟む数値ですねここは実際の販売数量合計に 予算セールスミックスの割合を掛け算してあげればいいので製品、X、に関しましては予算は合計4,800個売った時に2,800個、X、が含まれているわけですからこの実績の合計数値ですね 2,360+2,200 の合計4,560に4,800分の2,800を掛け算すれば2,660個が求まります。も同様にこの 4,560個に4,800分の2,000を乗じればこの1,900が求まりますんで、がこのあるべき数量ですね、予算のセールスミックスを維持したならば、本来は2,660個売れなければおかしかったんだけれども、この予算セールスミックスが下がったことによって、は個個しかか売れなかったとマイナスですで逆に、はですね予算のセールスミックスを守っていたならば、 実際の販売数量4,560個売ったときに1,900個 Y が含まれているはずなんですけれどもそれよりも300個多い2,200個っていうのが実際に売れているんでプラス300個の有利債っていうのが生まれていますまあ当然このマイナス300とプラス300っていうのはこれ一致しますからね合計すればゼロになりますからね、まあ、そこでまあ途中計算式間違えていればね検算できるかと思いますんででまあこの300個 とまあとマイナスですねそれぞれ単価70と単価80で評価してあげればと、えー、通算すれば 3, 円ののっていいうままりますす、はい、よろしいですかねでもっとスマートに計算するのであればこんなものも書かずにこんなも書かずにここの単価の差は結局セールスミックス債っていうのはこの単価の差に起因して発生するわけですからね。 ここが同じ300個300個へずれたとしてもここの単価が一致していればセールズミックス債って生じないわけですからこの単価10円の差があって x よりも単価10円利益をもたらさない y を300個多くね売ったということになりますから3000円の振り債っていうのが求まりましてでこの300個の差っていうのは結局ここの 2800+2000 個 ああすいません何でもないです。失礼しました。えー、2800たつ2000個のこのあ実績のところですね。すみません。実績のところをベースにして計算してあげればいいだけなので、はいだからまあ、特段問題なくね、計算できるのかなというふうに思います。すみません。ちょっと何もないです。一瞬ちょっと勘違いしましたけど、すみません。で、次の問題12ですね。今度あ、問題13ですね。見ていきたいと思いますけども、問題13ですね。 で問題13に関してましては選択肢、えー、これは「い」と「え」が誤りっていうことになりましてで選択肢「い」につきましてはこれは商品企画段階におけるファーストルック V って書いてますけどこれまあゼロルック V ですね。はい、でまあ開発設計段階においてもこれはファーストルック V ででまあ製造段階に入って行われるまあ V 活動っていうのがこれがセカンドルック V と呼ばれるものですからこの商品企画に行われるのがファーストルックでこっちがセカンドルックっていうこの部分が誤りと。はい で選択肢につきましては、これはテアダウンっていうのは、これはもうね、口を酸っぱくして過去に何回も出されているところですから、まあ、必ずね、テアダウンの定義は覚えてくださいねっていうふうに申し上げていますけれども、この、まあ、自社の既存モデルの製品を分解してっていうふうに書いていますので、まあ、これ、自社ではなくて、他社ですね、他社の既存,分え既存モデルの製品を分解して、その機能や原価を分析するのがテアダウンです。はいまあ、ベンチマーキングの手法として、代表的なものになりますね。はい で、次の問題14ですね今度業務的意思決定の問題ということになりますけれども業務的意思決定ですねでこの業務的意思決定の問題に関しましてはまあこれはちょっとねあの見覚えがない問題だったと思いますんでまあ文章も若干多いですしまあ面倒くさそうだなっていう感覚を持たれた方多いんじゃないかと思いますけどまあ正当可能性は中ということになりますでこの問題ですねまあこの 追加注文ね受けるかあ特別注文を受けるかどうかの意思決定が問われているわけですけれども、この特別注文を受ける際の最低受注単価っていうのは問われています。まあ、すなわちまあ、差額減価っていうのが回答になってきますね。差額減価を最低限超えるだけの販売価格を設定しなければまあ、当然ね利益は生まれないわけですから、問われている内容としては差額減価を計算しなさいっていうのが、まあ、求められている内容だと思ってください。 でこの特別注文を受けるにあたってですね、材料費っていうのが20%アップすると言っているのでこの材料20%、もともと5万円だったものが20%金額上がりましてこの特別注文に対応するためには1個当たり6万円の直接材料費がかかると。はい、1個当たり6万円ですね。で今度、直接労務費に関しましてですけど直接労務費に関しまして。 直接労務費に関しましては、これは単価が2%増加すると言っていますので、この2%の増加ですね、もともと7 8000円だったものが2%上がって、7万9560円になります。で、あとこれ結構ね、集計漏れあったんじゃないかと思いますけど、その他の変動費、変動製造・間接費ですね、変動製造・間接費に関しましては、これは当然、 追加注文というか特別注文を受けるにあたっても追加的に発生するコストですのでこの4000円というところにつきましても差額原価を構成することになります。であとまあ追加の固定費ですけどもこの2500万と500万円の合計3000万ですね追加的にかかってきまして、まあ、これを4000個で割り算してあげればですね1個当たり7500円っていうのが差額減価になりますんで、まあ、追加でかかるね 固定製造間接費7500円1個あたり生じるで最後に機械原価を加味するわけですけど機械原価ですね今回この特別注文っていうのを受けるとなるとこの既存のね注文品の注文料っていうのをね裁ける数が減ることになりますんで特別注文を受けることによりましてこの4000個ですね当該希望数量4000個にかかる。 あすみません30%を生産量が減少しますんでもともと1万2,000個だったわけですけどこれに30%を掛け算した個ですね。製品 P3600 個の製造販売を諦めることになりますからこの製品 P3600 個売った時に追加的に獲得できたであろう利益っていうのがこれが機械減価ですよね。 だからあとはこの機械原価としてその3600個製品 P 売った時の貢献利益っていうのを計算してあげればいいんです貢献利益を計算してそれを1個当たり換算すればいいんですよね特注品1個当たりが負担する金額に換算すればいいんですでちょっとややこしいのがこれ1個当たりの販売価格っていうのが製品 P 与えられてないんですよただこちらの製品 P1 万2000個売ったときに 4億8,000万っていうのが売上総利益の金額として与えられているのでこれまあ1万2,000個で割り算すれば1個あたり4万円っていうのが製品 P の売上総利益単価ってことになります。でこの資料1番の全部原価ですねこれ全部合算してもらうと20万ってことになりますので20万に1個あたり4万円の利益を付加すれば24万円っていうのが製品 P の販売価格です。 で製品 P の販売価格24万円から差額原価ですねこの変動費部分っていうのをマイナスしてあげまして直接材料5万直接労務費7万8千変動製造間接費4千まあこれをマイナスすれば1個当たりの貢献利益が求まりますんでこれに3600個っていう販売を諦める数量を乗じてさらにこの特注品4千個で割り算してあげれば 特注品1個あたりが負担する機械原価っていうのが9万7千200円っていうのは求まります。だからこれらトータルすればですね24万8千260円っていうのが求まりますんで4番が正解ということになりますね。はい。よろしいでしょうか。はい。まあこれはちょっとね集計漏れっていうのが起こる可能性がまああるのかなというふうに思いますのでまあ思ってるほどね。 できた方は少ないんじゃないのかなと考えられますので、まあ、問題十四は正当可能性中とはしているんですけどもしかしたら場合によっては低というふうになるかもしれないです。はい、若干下方修正してもいいぐらいかなというふうには思ってます。はい。で次の問題十五ですね。まあこれは文献組織とグループ K の管理会計からの出題になりますけれども。 まあ選択肢「あ」と「う」が誤りで多分ねこれ「う」の部分がね正誤判断悩んだと思うんですう」と「え」でちょっと悩んだんじゃないかなと思うんですね。で「あ」に関しましてはこれは事業部制組織は社内,カンパより社内カンパニー制よりもさらに文献化を進めって書いてますけど逆ですよね。社内カンパニー制の方が事業部制組織よりも一般的にですね、さらに文献化を進めていると考えられますんで、まあ、これはまあ逆になっているというところで誤りだというのが分かります。 で選択肢「う」につきましては、まあ、アメーバ利益の計算の話になってくるかなとなってくるのかなと思いますけどアメーバ利益の計算におきましてはですねまあ財務会計に準じた損益計算っていうのが、まあ、どういう意味合いなのかっていうのがちょっと解釈の余地があるかなと思いますけど、まあ、ここをねちょっとあえてざっくりと捉えていくと。 発生主義ですね発生主義会計で損益計算するっていうふうに考えていただいてですね、まあ、財務会計のように発生主義によってですね、まあ、損益計算を行っていくとアメーバっていうのは基本的にですねアメーバ利益の計算っていうのは現金主義で行われるんですよだから現金入ってくれば収益現金出ていけば、まあ、これは費用って考えていきますんで仮に材料を買ってきてですね 買ってきただけだと、まあ、これ費用計上されずって書いてますけどもう買った段階でお金払えば費用計上なんですよ。費用計上だからこの段階で誤りだというところが判断できます。はいまあ、なかなかこれは知らないとどうしようもないところですね。アメーバ利益っていうのが基本的に現金主義に基づいて計算されるっていうのはね知識として持っている受験生は少ないでしょうからね。 まあしかもここ最近はあんまりこういうアメーバのね細かい内容っていうのが出てきたことがねなかったのでなかなかあのそこまでね手が回ってた受験生少ないだろうということでまあ正当可能性は注意にしていますただまあ意は確実に合ってるの分かりますし絵についてもまあ何で合ってる何で間違ってるっていうのははっきりわからないにしても特にまあ文章として違和感がないっていうのは一回読めばねわかるのかなというふうには思いますんでねはい ただよく分かっている人ほどですね、この選択肢へっていうのは、もしかしたらちょっと悩ましい足になってくるのかなというふうには思いますね。このマネジメントコントロールによって、まあ、この1行目は合ってますよ。この文献化の程度が高まれば、マネジメントコントロールの重要性は増していく。これはもう間違いなく合ってます。ですなわち、経営管理者はマネジメントコントロールによって、業務に必要な情報の伝達、目標の設定、業績の測定評価を行い、 まあ組組織織構成員ををの戦略遂行にに向かわせるように影響を与える。よう影響与えこここここももってるんですよ、ここもね。このマネージメントコントロールによってこの組織構成員を戦略遂行に向かわせる影響を与えるここももう10人いたら10人正解と言える内容となっているんで、まあ、普遍的に正しい記述になってると思われるんですけど若干まあ引っかかるのが業務に必要な情報の伝達とかっていうここですね。 業務に必要な情報の伝達って、まあ、ある意味当たり前の作業になってきますからね、まあ、そんなものっていうのをマネジメントコントロールっていうふうにね含んでいいのかというところで若干まあこれが正しいのか正しくないのかっていうところで判断にに悩むとところななのかいいうふうふ思いますただまあそんなところで引っかかるだけの知識持ってる方はそんなに多くはないと思いますから知ってる人もね結構ここは引っかかるところではないかなと思うんですけども。 ただ、普通に素直に読めば、まあ、第一巻としては合ってるという感覚になるかと思いますので、まあ、あと「E を、ね、選んでほしかったというところで、あ,あと U「う」が誤りだっていうのを、ね、判断してほしかったという問題です。はい、で最後、問題16。これも非常に優しい問題です。正当可能性はこうとしていますで。内部利益率の計算ですね、まず問われていますけども、 これ過重平均資本コスト率ですね、まあ、6%っていうのが求まりますんで、これまあ6、6%のときのまあ年金減価係数も与えられてますし、まあ、毎期の税引き後キャッシュフローっていうのも与えられてますから、500億ですね。まあ、500億に4.212っていう年金減価係数を乗じて、投資額をマイナスしてあげればですね、まあ、6%の割引率の時の NPV28 億っていうのが求まります。で、同様に7%の時の割引率、この4.100で、 また年金減価係数を使ってね割引計算してあげれば割引計算して NPV 求めてあげればマイナス28億っていうのが求まりますんでね内部利益率っていうのは n p v ゼロにする時の割引率ですから6%でプラス287%でマイナス28ですから、まあ、ちょうどこの間においてですね、まあ、ゼロっていうところが訪れますんで6.5%っていうのが内部利益率ですねはい。下がりまして このアスタリスクの部分は6.5%で枠よりも0.5ポイント高いとだから採用すべきであるという結論になります。で回収期間については2078を500億で割り算すれば、まあ、下誤入して約4.2年と計算できますのでこの基準回収期間4年というところを超えてしまっていますから、まあ、これは棄却するということになります。多分ね4番と引っかかった方ね結構いると思います。 あんまりその基準改修期間が与えられてこれと比較して採用するかしないかのジャッジをね問うような計算問題っていうのはま解いたことある方はほとんどいないと思いますからまあ理論的な理解がねあってなおかつねあの注意もちゃんと払えていれば間違えることはまずないんですけれどもただ、本試験で急いでいる中だとですねあこれ4年超えてるじゃんっていう感じで内部利益率も超えてたからまあいいなというところで採用を選んでしまうというねそういうミスがね起こるところではないかなと思います。はい これまあミスるともったいないなですね。計算もすごい一瞬で解ける問題ですし、まあ、本当にこれ5分とかからない問題ですからねこれを落としてしまうとちょっともったいないようには思いますはい、まあ、以上がですね、まあ、全体の簡単な解説ということになりまして、まあ、それでもすいませんちょっと1時間近くになってしまったんですけれども まあ、初めに申し上げた通りですね。まあ管理会計全体につきましては、まあ、67%程度というところがですね目標点数ということにやはりなってきますので、まあ、現時点でねちょっと出来について不安お持ちの方はですねそれぐらいの点数取れていればですね、まあ、ひとまず安心していただいていいのかなというふうふに思います。はい であとは詳しいですね今回の本試験の解説につき解説などねあと分析につきましてはまたまあ分析会っていうのを行って6月に行っていきますのでまあ、ぜひねあのそちらの方お時間ある方はですねまあ、ご来校いただければと思いますのでまた詳しいね試験結果のフィードバックっていうのはそちらで行っていただければと思いますはいまあ、それではですねこれで、えー、本試験の公表及び解説を終わりにしたいと思いますので、えー、皆さん本当にお疲れ様でした